今日はとっても美味しい大根の漬物を作ってみたいと思います。まず鍋の中に砂糖、醤油、酢、昆布を入れてかき混ぜながら沸騰させます。そしてこちらの方はよーく冷ましておきます。大根の皮を剥きます。薄いいちょう切りに切ります。そしてタンパーの中に入れます。タッパーの中にジャバッと入れます。蓋をして冷蔵庫に一晩、明日にはとっても美味しい大根の漬物ができます。皆さんお試しください。時々フリフリしてください。味が馴染みます。